吉祥寺火の玉小僧が故郷で錦をか第8代 GHC ジュニアヘビー級今ゴングが鳴りました。まだ菊池がここでファーストコンタクトしかさあそしてロープに振って菊池がまた手のせキックリングの外にズライが落ちているかスライディングのキックさあそして菊池を鉄柵に振ってからどうする翔天さあそしてトンネル翔天もう一度さあしかしスライディングのこのドロップキックをかわしてエルボー2連発3連発ヘッドバットすごい音さあそして肘を落とす一発が重いですよね。力もありますしでもやっぱその一発一発重いものをさあ腕を取った正々堂々と戦う調整をしてきたと話していますさあここから浮きた金丸さんとしてはこの菊池の感、はい、そしてここからブレましたもう一度いく2連さあそしてここからもう一度高速のブレンバスターしかしここはさん、はい、菊池としては菊池さんの場合はまあさあ持ち上げるだどっちだライバーだあーしかしそしてエルボーもう倒れませんできるかあーしかし返されて強さっていうのは伝わってきますねさあ6に振ってさあエルボー戦の地を仙台にした菊池あーしかしここは翔天誠そして 4.27 広島では鈴木幸太郎を蹴ったそして少しずつこの時間帯見えてきましたあーそしてテーピングを外す菊池としては厳しいさあそして左肩をやはり相手の弱点を攻めるというのはこれ格闘技のそうですね当然のことでしょうからねさあそして今度は菊池が肩を攻めるそして腕十字に入った金丸さんからもお話がありましたがいつも以上にタフですなんといってもフルスさあ腕をロックしたままニュさあそしてエルボー右腕でのエルボーしかしここそしてライガーがそのテーピングさあブレンバスターの体勢かおっとここからさあここで広さが腕を落とすさあこれどうだカウントは2でかもう先ほどから攻められているさあジャーマンこれはどうだカウント2でからここを争いもう一度ジャーマンださジュニアヘビー級の王者4ヶ月流出しているこのベルトなんとか返すことができるか菊池が少しずつ動きを取り戻してきましたねそうですあーしかしこれはかわしている菊池も読んでいるそしてその翔天の左肩を逆に潰していく菊池剛返しています菊池剛手をかけようというライガーさあしかしここは翔天あーとこれはレフリーにぶつかってさあこれは下がさあ翔天さあ逆に今度は右手で右先でチョップださあこれは菊池の肩がそして腰が落ちていくさあ菊池の腰が完全に落ちてしまうさあこのチョップの連発さあここからブレンバスター最後のパワーというのもさあそしてショットこれはどうだカウントカウント2でさあ一発が重いとあそしてスモールパッケージホールドこれはどうだ一瞬の突きをついたで返すさあしかし翔天さあそしてどうする再びブレンバスターか垂直落下式ブレンバ菊池の動きが止まっているどうだカウント3